パンチあるね。ああ、どうかな、結構濃い味のものとかいいかもね。バーベキューやったりとか振る舞うことはたまにするけどね。ここら辺買って帰ろうか。KLに来て6年になるんだけど、その6年のその生活の中で自分でスーパーを歩ける幸せみたいなのってあるよね。パンチの強い食事っていうか、パンチの強い食材にも耐えれると思うから、例えば、まあ、ソーセージだったりとか肉とかもそうなんだけど、結構タレを強めにして、でいろんなそのタレをオリジナルで作って、でそれを楽しみながら飲むっていうのはいいんじゃないかなとかね。多分僕ここでもう長いっぱいになるよ。あ、really? You can speak Cantonese? Ah, no, no. Only Mandarin. Only Mandarin. Right. Oh, 华语啦。一点点。一点点，我可以讲的。我们华语、英语可以讲的。哦，真的。啊，英文也可以的。谢谢啊。谢谢。Thank you. ありがとう。Thank you. Thank you. 今回はソースはだいぶ味は濃いめに辛めに、まあ甘いソースもあるけどね、甘辛く仕上げてるっていう。めちゃめちゃ大きいな。よっ、味の濃いものやそのやっぱりパンチの強い食べ物ってやっぱり飲み物を選ぶよね。で負けちゃうから飲み物が、でもこれだったら十分こうそれぞれの食材をさらに美味しく引き立ててくれる。このマレーシアの唐辛子チリバリって言うんだけどを刻んだもの、まあ、いろんなソースにそれを少しずつ入れながら、食感もいいし辛いし。ああ難しいな、それ難しいな。料理ってすごくいつも思うんだけど、なんで僕はバーベキューとか鍋とかが好きかっていうと、一緒に食べれるからなんだよね。で女性にさ作ってもらう時って、女性が常にこう自分の周りをバタバタしてるじゃない。僕あれがちょっと苦手で。一緒に作った上で一緒に食べれるっていうのがなんか大切な気がしてて、ほらだいぶいい感じに。であとこれはすったチリパリ。食べてみる？これはあかんですね。乾杯。乾杯。負けてないし、両方の味も際立つし、気持ちいい。うん、いいんじゃん。辛いやつね、これは辛めのやつ、辛めのやつ、はい、ちょっと肉をつけて。じゃあ行くよ。どうぞどうぞどうぞ。